ローゼンクロイツは日本の競争馬場名の意味はバラとドイツ語の十字軍である。バラ一族の一頭、サンデーレーシングにおいて総額6000万円で一口馬種が募集された。全員姉にローズバドがいながらボバでこの価格帯の理由は募集当時に体調が悪く体質が改善しないようなら募集停止もあり得るということからである。ちなみに同じく サンデーレーシングで募集された全弟のチューダーローズは1億2000万円。判定のローズプレステージは8000万円。判定のテンペスタローザは1億2000万円である。2004年10月17日、京都競馬場の新馬戦でデビュー。デビュー戦は2着に敗れる。その後、未勝利戦を勝利し、京都2歳ステークスでは後にドバイワールドカップに挑戦するバーミリアンや、 サツキ賞2着のシックスセンスなどに勝利する。しかし、その後のラジオタンパハイニサイステークスでは、バーミリアンの2着に敗れる。年が明け2005年の毎日杯を制し重賞発、制覇クラシック候補として名乗りを上げるも、ディープインパクトからは、離れた2番手候補という扱いであった。レースの方もサツキ賞は9着、東京優春は8着と惨敗であった。 この頃から輸送が苦手と指摘されていたが、休養を経た秋には、阪神競馬場で行われた初戦の神戸新聞杯を3着と構想し、復調の兆しを見せると、京都競馬場での本番菊花賞でも3着に食い込み、関西のレースでは力のあるところを見せつけた。2006年は中京記念、金社地賞で、それぞれ2着になるなど構想しながら勝ちきれないレースが、 続いたが、2007年には、京都記念で敗れた後、中京記念、金社地賞と連勝し、中京競馬場に、相性が良い中京豪車として注目されている。しかしレース後に、脚部不安のため放牧に出され、9月に帰休した。秋初戦はいきなり GI の第136回天皇賞に出走。長教師の橋口の話では、一度使うと足元に、 疲れが残るのでぶっつけで挑むとのことであった。しかし藤岡雄介騎士と共に、両馬場ならではの馬との言葉があり、前日に降った雨の影響もあったのかレースでは11着に、敗れる。また、第1希望で、香港カップ。第2希望で、香港バーズに、予備登録を行っていたが、インフルエンザの影響で、検疫期間が1ヶ月かかることから回避し、 第27回ジャパンカップに出走するも15着に敗れる。レース後の11月29日に左第一四骨を剥離骨折したと発表された。完治には3ヶ月以上の期間を要する見込みであった。2008年、復帰戦は3年連続出走となる中京記念に出走し7着。連覇がかかった近舎地章で最後の直線で、 左大印関節脱臼を発症し、競争を中止、レース後に予後不良と診断されたため安楽死の処置が取られ、両席を残していた中京競馬場で最後を迎えることとなった。ありがとうございます。